道。道は人と人を結ぶ。道は家と家を結ぶ。そして道は村を作り、町を作り、国を作る。道は歩む、人間と共に。那覇市を中心に全県に走る沖縄の道、国道6路線333km、県道は主要地方道をはじめとして125路線827km、市町村道6560路線3814km、全県下の道路総延長は4974km に達し、県民の暮らしと生産を支える重要な役割を果たしている。沖縄では自動車以外に陸上交通手段はない。したがって県民の生活、産業の発展はそのまま道路交通量の増大となって現れる。県下の自動車約30万台、運転免許取得者の伸びも著しい。増え続ける車、それに対する道路整備を急いでいるさなか、沖縄県は交通方法変更、いわゆる730の大事業に直面したのである。車は左、人は右、戦後30年余りの交通習慣を全く逆にする交通方法の根本的変更である。道路交通に関する国際条約によれば、一つの国は一つの交通方法でなければならない。日本はこの条約の加盟国である。本土に復帰した今、この条約が沖縄県にも適用されることになったので、県民生活に大きな影響を与えるこの交通方法変更をいつ行うのか、県内でも多くの論議を呼んだが、結局政府は昭和52年9月16日の閣議において、沖縄県の交通方法変更を昭和53年7月30日とすることを決定した。交通方法の変更は我が国はもとより世界においても極めて稀なことである。県は交通変更に伴う道路施設の変更を安全円滑に行うため、昭和51年6月沖縄県道路施設変更調査委員会を設置した。この調査委員会の報告書を受けて県土木部の作業は開始された。そして昭和52年12月事業を円滑に進め、変更前後の責任管理体制に万全を期すため、土木部道路施設変更対策本部を設置した。左側交通に対応するため、多種多彩な工事が行われた。見通しの悪いところで危険を予防するための市区改良工事もその一つである。これが完成した姿である。また道路の維持管理についても、草刈りをして見通しを良くするなど、きめの細かい配慮がなされた。いろいろな道路標識の中で、道路管理者である県が実施するものは、警戒標識、案内標識、および規制標識の一部である。
左側通行用として設置した標識は2151本に上った。設置された標識にはカバーをしておく。変更当日、新しい標識から右側用標識にカバーを掛け替える。そして変更後、右側用標識を撤去するという手順である。ガードレールは車の進行方向に継ぎ手が重ね合わされている。これを左側通行に沿った継ぎ手部に修正する。また特に危険な箇所には新たにガードレールが設置された。視線誘導標は全く向きを反対にしなければならない。左側通行に適するように新たに2918本の誘導標が取り付けられた。シャッターバーは左側通行用に角度を変えなければならない。右側通行用は変更直前に全て取り外された。新たに左側用を設置するのは変更後のことになる。車線区分を明確にする区画線の溶着作業は延べ 379km に及んだ。左側通行用の路面表示を描く。そして変更日までの右側通行の障害にならないよう特殊カバーで矢印部分を覆っておく。調査委員会で検討された工法である。沖縄の主要な交通機関はバスである。バス停車帯は交差点を過ぎたところに移設する必要があった。こうして都市部を中心に65箇所が移設された。最も複雑さを極めた作業は交差点の改良工事である。八重山の石垣市三崎町交差点を例に挙げ、そのプロセスを図で見てみよう。地主や物件所有者の協力を得て、まず隅切り工事を行う。次に特製テープで右側通行用の路面表示をする。左側用路面表示を描き、矢印部分をカバーで覆う。そして左側用交通島の線出しを行う。ここまでが変更前の作業である。変更当日、テープで示してあった右側用路面表示を取り除く。左側用路面表示の矢印部分のカバーを剥がす。そして左側用交通島を一時的に土のうで形作っておく。この交通島は変更後、ゼブラゾーンとともに永久施工されるのである。交差点改良工事のいくつかを見てみよう。那覇市海南交差点の夜間工事。こうして交番が移転された。那覇高校前の改良工事。那覇高校のブロック塀も改良工事の一環として数メートル
奥に移設された。交通渋滞をきたさないようにほとんどが夜間工事である。